長崎市にある元宮公園に来てます。はい。この場所はですね、私たちチャッチマンが撮影というか動画を始めた初期の頃に訪れた場所で、40人達成した時にちょっとこの元宮公園に来たんですね。はい。今回私たち延べと新人の、女性2人で来たんですけれども、なぜここに来たかというと、その40人記念の時にこのトイレだけ行ってなかったんですね。なのでちょっと今回2人で行きたいと思います。はい。チャンネル登録が39人になりまして、39です。なりました。ありがとうございます。ありがとうございます。サンキューです。で、この個室2つ分で1つあるような広さですよね、大体の。なんか広さっていうか、すっごい圧迫感すごそう。もう1つの方もちょっと軽く見てみましょうか。はい、いや、ほんと狭いですね。狭いですね。どうしよう、今回ちょっと、ね、カメラ1本なんですよね。それぞれで入っていけないな。一回ちょっとバケタンしてみましょうか。はい。来ますね。はい。緑ですね。ちょっとどういう反応出るかわかんないんですけど、ゴーストチューブもちょっとやってみましょうか。はい。電磁波のゲージはちょっと反応はしてますね。ちょっとせっかくだから私が一回中に個室入ってみますね。はい。なんかどっちでも嫌だな。ちょっとなんか右の方が反応がすごいあるので、はい、ちょっと一回入ってみます。ちょっと待って。しかもここまた閉まんない。なんていうの、電磁波っていうのですかね。もう赤くなってきてますね。いつもだったら緑のゲージで止まってると思うんですけど、反応してるってことですか？反応はすっごい、電磁波が反応してる割にはなんか言葉が入ってくるわけじゃないんですよね。どなたかいらっしゃいませんか？もしどなたかいらっしゃいましたら、言葉を発していただければと思います。一口なんだろう。っていうか鍵というか、もう立て付けが悪いんで閉まんないんですよね。新人大丈夫です？はい、大丈夫です。一口って言葉を出しただけで、ちょっと他の反応は今のところないですね。反応はどうなんですか？この電磁波は。電磁波はですね、今ドアの方を向いてるんですけど、そっちを向くと赤いんですよね。赤いゲージまでなんかかなり触れてるんですよ。ここまで触れてる割には、ちょっとさっきの一口っていう言葉だけだったんで、ちょっと出てみますね。はい。まあ、こっち、今。終了。終了。終了。何が終了でしょうか？もしよかったら教えてください。なんかものすごい反応しますね。どん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 なんか。どなたかいらっしゃいませんか？もしどなたかいらっしゃいましたら、言葉を発していただければと思います。一口。ちょっと出てみますね。はい。まあ、こっち、今。終了。終了。どなたかいらっしゃいませんか？もしどなたかいらっしゃいましたら、言葉を発していただければと思います。一口。
と出てみますね。まあ、こっち終了。終了。ここら辺。間かな。ちょっとライトいいです。マンホール。でも、いや、家って書いてますね。こっちがすごいですね。そうですね。ただ、あの個室に入ってる時は、うん、内側のドアの方ですね、うん、にものすごくあの反応してたんですよ。天使。ここでもなかなかつながりが分からない。離れる、うん、私たち離れた方がいいでしょうか。もしよかったら教えてください。そしたら次一回新人もう一つの方に入ってもらっていいです。はい。あ、でもこっち結構反応してます。外にいる時よりも全然違います。さっき野辺さんが言ってたドア付近の方が結構赤になりそうな感じです。やっぱり私の時も多分今新人が見てる振り幅と同じぐらいになってたんですよね。多分あの隣の個室の、はい、その仕切りらへんが結構、あ、やっぱドア付近ですね。そっちの方がやっぱ反応が赤くなってきてる。しかも外側からそのゴーストチューブ映してる時ってそこまで反応してなかったですよね。うん、あ、やっぱドア付近です。しかも個室内の方で反応しますね、うん、入ってくる時は反応なかったですもんね、そんな。そ、ね、ここでバケタンしてみましょうか。はい、バケタンしてみます。はい、お願いします。合手形。合手形。え、合手形。ここでどなたか合手形にされたんでしょうか。何かお力になれればと思います。よかったら教えてください。バケタンしてみますね。はい、黄色ですね。黄色。なぜ血まみれ。ちょっと待って公主系で血まみれ、無理せずあの出てきて大丈夫ですか、ね、はい。修道所。修道所。なんかそのキリスト関係みたいな。そうですかね。うん。ブレー。こっちの個室の方が反応がすごいですね。そうですね。私がいたもう一つの個室よりも断然ちょっと言葉を発してますね。うん、ちょっと出てみましょうかね。はい、あ、やっぱこっちは全然違います、反応が。